ピエール滝はワイルドスピードでスタンドの店員役にてハリウッド進出を果たすものの出演シーンが丸々カットされた。ピエール滝の前の芸名は畳三郎。電気グルーヴへの参加と同時にピエール畳に改名し、その後畳という名前に疑問を抱きピエール滝に改名した。2019年の1年間限定でウルトラの滝にした。ピエール滝はもともと人生というバンドを組んでおり、人生在籍中は殿様やドラえもんの衣装で登場していた。ピエール滝は阪神タイガースの入団テストを受けたことがある。